どうもこんにちは、先日のね釣りの動画でもねお話ししてたんですけども、実はね僕免許を取ろうと思ってます。どんな免許を取るかっていうとですね、2級船舶免許、まあ、船舶免許っていうのはなんかいくつか種類があるみたいなんですけど、僕が取ろうとしてるですね2級船舶免許ってどんなものかっていうと、まあ、海岸から9キロまでの距離であれば、乗れるという感じの免許なんですが、僕が住んでるところはですね山口県なので、山口県とですね四国の間、まあ、この瀬戸内海ですよね。瀬戸内海っていうのは小さな島がねたくさんあります。小さな島たくさんあるんで、まあ、どっから行ってもねだいたい9キロぐらいで行けてしまうようなとこだったりもします。なので、まあ、とりあえずですね2級を取って、でまあ必要に応じて、まあ必要はないと思うんですけど、まあ1級にするかとかですね、まあそのあたりはおいおい考えていこうかなと思ってるんですけども、まあ船舶免許をね取ったからといってすぐ船を買おうとかね、そういうことは全然考えてないんですが、まあちょっとね縁があって取る機会をいただけることになったんで、まあ今回は取ってみようかなと思ってます。で、取るのはいいんですが、試験がね8月なんですよ。8月の頭ぐらいにあって、今がもう7月入りましたからね、勉強できる時間っていうのはだいたい1ヶ月、まあまあ学科に関してはですね、まあ勉強すればなんとかなるのかなと思います。この免許自体はですね、2級船舶免許の取得年齢っていうのがあって、これが、満16歳以上、まあ16歳以上から取れるっていうことなんで、まあ言ったらね原付免許もう16歳ですよね。まあ船と陸なんで全然勝手は違うとは思うんですけど、まあ16歳からでも取れる免許っていうことなので、なのでまあ久しぶりにですね暗記じゃないけど、こうちょっと勉強を頑張ってなんとか学科は通るようにしたいなと思ってます。で実技に関しては特にねなんとかスクールみたいに通うわけではないので、実技に関してはまあそれこそですね、先日船に乗せていただいた秋田さんとかに、どういう試験の問題が出るんですかとか、実技どんな感じでやるんですかとか、まあそういうのを聞きながらとかですね、あとは、山口県のね柳井市っていうところに、ホンダマリーナ柳井とかっていう名前だったかな、船をね1時間その実習用みたいな感じで貸してくれるところもあったんですよね。なのでまあそういったところも利用しながら、なんとか船舶免許を1ヶ月で取りたいなと思ってます。まあ船舶免許が取れた暁にはね、それこそそういうレンタルボートとかもあったりするので、まあ、レンタルボートで船でどっか撮影しに行ったりもいいでしょうしね。なんかまあちょっと夢が広がるかなと思ってます。まあ船っていうのはね、買っちゃうと維持費もかかるし、船のね料金もかかるしっていうので、まあ車のローンもまだ残ってるんで、まあすぐ買えるとかね、簡単に買えるってものではないとは思うんですけど、まあ持ってることによってですね、ちょっと別の仕事で使ったりとかもしようと思ってるので、まあ自分にとって勉強するいい機会というか、なかなかねこの年になると免許を新しく取るっていうことも少なかったりするじゃないですか。なのでまあこれはこれでちょっと楽しみとしてですね、ちょっとこの1ヶ月間ぐらいは、試験勉強をしたりしたいなと思ってます。まあ、できればですね、この、船舶免許を取るまでみたいな動画のシリーズもできないかなと思ったりもしてたんですけど、まあ、僕もね、勉強始めたばっかりっていうのもあるんで、なんとも説明しづらいし、まあ、実技に関しては、試験落ちずに通ることができれば、免許が取れればですね、試験こんな感じだったよとか、そういった動画も撮れると思うので、まあ、他の人の、ね、役にも立ったりできるのかなと思います。まあ、1ヶ月間って言ってもですね、今月の16日、17日は、兵庫県でですね、WAC っていう、アウトドアメーカーがあると思うんですが、WAC さんがね、主催するキャンプイベントがあって、それに応募したら当選したので、僕、たこ焼きくんとね、兵庫に行こうと思ってるんですよ。16、17で。そういったキャンプ動画とかもね、ちょっとアップできるかなと思うのと、まあ、ありがたいことにね、レビューみたいなお話もいただいたりしてるので、まあ、そういった動画も出るとは思うんですけども、この1ヶ月ぐらいですよね、8月の頭ぐらいまで、こいつ試験勉強頑張ってるなぐらいに思って、動画を見ていただければ嬉しいです。ということで今回ね、短い動画なんですが、近況報告ということで、動画を作ってみました。それでは。